いや、キャラクリはこんなもんでいいから。マジで。キャラクリはね、こんなもんでいいよ。いや、そんな要素が多くなくていい。マジで。自由度高いと、みんなきついよ、やっぱ。オタクしかキャラクリ、うまくいかないから、MM オタクしか。やっぱ、それはね、良くないね。まあ、14が一番、ちょうどいいぐらいかなとは思う。 いいんですら、まあ、ちょっと、要素多いかもな、とは思うぐらいだね、俺は。俺 PSO はね、やりすぎだと思うわ。PSO は、やりすぎだと思った。そう、PSO はね、むずいね、さすがに。て <laughs> か <laughs> ね、PSO は、ちょっと、やっぱね、 なんとかして欲しかったよね。俺もちょ、もうちょい配信でやりたかったんだけど、あまりにも、その、明らかにこのキャラクリって、公女良俗に、反してませんかみたいなキャラクリが、普通に許されすぎてて、無理なんだよね、配信でやるの。ふふふ。 いや、いるいるいる。マジで多かった。だから俺だからね、配信でできなくなったんだよね、あのゲーム。なんか、あれだったらいいんだけどね。閉じたルームの中とかだったらいいんだけど、ロビーとかでも普通にあるから、あれね、無理だったね。俺は。だから衣装の多さはマジで良かったんだけどな。まあ確かに俺配信してなくても多分あれは無理だったな。 ま、配信してなくても、俺も、なんかその、なんだろう。やっぱその、スイッチ入ってない時に、そういうの見せられても、あっそって感じ、なタイプだから、あんまりだね。なんかそのさ、ま、俺も、俺もそんなに下ネタ好きじゃないんだけど、 なんかその、そういう雰囲気とか、そういうテンションの時はやっぱ、おもろいなってやっぱ思う、思うのね、全然。ただ、なんかそのさ、全然まだ深夜でもない。普通にゲームしたいテンションの時に、やっぱそういう感じだと、こう、胃もたれするというか、あ、ちょっと今そういうのじゃないんだよね。っていう感じになっちゃうから、そう、だからそこがね、その境界線がなくて、 胃もたれしそうだなとは思った。だから、なんかさ、結構さ、まあ、ジョークも多いんだろうけど、ツイッチはそういう感じじゃんね。その、逆の感じあの、とりあえず、そういう感じだったら、その、とりあえず、そっちに持ってこうとするじゃん。 ま、あそれはね、ツイッチはそういう文化だよな。<laughs> まあね。まあ何も考えてないだろうしな。ま、あ使いやすいよね。多分。提携として、その、できてるから、そういう意味では使いやすいよな。